ここでフラッシュの秘伝マシンが回るんだよね。30m か。へえ。じゃあ行きましょう。てんてんてりりてりりりりん。さあトレーナー結構いるんでね、順番で戦っていきたいと思います。我々が大暴れしてもこの塔はびくともしません。ほうほうほう、まあ、30m もあるもんね。塔が 30m もの塔だからね。沈殿、沈殿。あ、もう幾度とないいじめを受けてきたんだろうな、この名前。辛かったろ、今楽にしてやる。頭突き、オッケー、ワンパン。相性不利って言ってもこんなもんですよね。レベル7、1体しかいない分ね、経験値が集中していいね。よし、次、PP をね、見て戦わないとダメだね。あ、ちょっと待って、まずい。あ、オッケー。あ、ずっとなんか、この金銀世代のさ、弱点疲れた時、効果抜群の時のさ、トゥーダーンって音、おばちゃんって言ってた。地方によってはコチュジャーンって言ったりね、いう地域あるらしいですけど、うちの地域はおばちゃんでしたね。いいひるみ？あと10回続きできる。あと10回続き、あと10続き。野生ポケモン出なかったっけね、マツオムに通って。だとありがたいんだけど。新年暴れた割には弱かった。あ、ありがとう。なんの俺軟弱者。はあ、修行は足りぬようです。なるほどね。これものすげえな。これものすごいな、この像。めっちゃ敵おるー、めっちゃ敵おるー。まあ、順番に倒していくか。一人倒したら回復いこうか。さて、あ、1体まだつぼみ1体レベル高そうだよ。5ぐらい6、やばいなこれ。大丈夫、つるむちワンパンある、これもしかして。まあ、大丈夫でしょう。うん、ワンチャンひるむしね、これで10は耐えるでしょう。嘘嘘嘘だーっていう夢を見たんだ。というわけで、さ、勝負するか。マーツオミ使いの。こいつね、夢の中でね、確か、マーツオミレベル6使ってきたのよ。うん。で、鶴の鞭で10は体力持って帰るから気をつけないといけないね。さあ、マダツボミ。あ、そうそうそう、ちゃんと夢の通りね、ポケモン使ってくるね。素晴らしいよ。で、ちょっと夢の中で、毒消しと、傷薬と穴抜きの紐買ってきました。はい、傷薬。これ多分必要だと思ってね。うん、夢の中で買ってきた。夢の中だからか知らないけど、割高でさ、なんかお金減ってる状態で買わないといけなかったんだよね。お、いいひるみ、いいよ。夢の中でもひるましてくれ。さあ、これ頭突き、まだ耐えてる。ナイス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 、いいよ。目が覚めたパタローはやっぱちげえ。108の経験値、美味しすぎる。修行が足らんくん、いやー、修行、いや、お前強かったよ、マジで。うん。うん。あ、ニアリーイコールじゃないかな。ニアリーイコールじゃないかな、そこは。うん、どんな意味を明るく照らす。なるほどね。君たちの頭みたいにってか。うん、自虐ネタあんまり良くないよ。よし、これでまあ、レベル6のマダツボミ使ってきても確定。今眩しいのは私の頭みたいなこと言ってなかった。俺が言ったことをもう一回言わないで。さあ行くか。はい、勝ちました。信頼してるよ、ちゃんとパタローね。長老様のところはもう少しですぞ。じゃあその前に回復していこうか。お、なんだ、そなたの実力まさに本物。約束通りこの秘伝マシンを渡そう。だがもうちっとポケモンに至るべきですぞ。そなたの戦い方サビ厳しすぎる。ポケモンは戦いの道具ではない。はい、この BGM ですね。はい、ライバルのこの BGM。 ふん、長老っていう割には全然手応えなかった。
当然だな。ポケモンに優しくとか甘いこと言ってるやつには俺は負けない。俺が大事にするのは強くて勝てるポケモンだけ。それ以外のポケモンなんかどうでもいいのさ。シルバーは穴抜きの紐を使った。はい、ちょっとね、このキャラにはどうしてもシルバーっていう名前つけたかったんでね、シルバーにしてます。僕のライバルですね。穴抜きの紐を見つけましたと。さっき買ったけどいらなかったね。力強いタッチで真夏海が描かれている。なるほどね。だいぶ好きなんだね。俺がジュゴン好きな感じかな。うん、同じなのね多分。よくぞここまで参られた。この真夏海とはポケモンと人が明るい未来を築けるか修行へ確かめる場所。そして最後の試練はこの私。ではそなたとポケモンの絆を確かめさせてもらいますぞって。言ってることかなり強者なんだよねこの人。めちゃくちゃ強そう、発言が。後世。はい、まだつぼみ、レベルはいかほど？レベルいかほど？ 7。 いいじゃないの。よくないね、だいぶ高いね相手。大丈夫、今んとこ麻痺 100% だから、麻痺じゃないよ、ひるみ 100% だから、今回もひるませられてない。ちょっとこれまずくない？結構食らう、結構食らう、結構食らう。7以上来ると結構まずいよこれ。パタ、パタ、パタいける？これパタ、パタ勝てる？パタ勝てる？いけるよな。はい、レベル11。大丈夫、俺のパタロは強いんだ。マダツオミには負けない。大丈夫、レベル7、大丈夫、大丈夫。そう自分とパタロに言い聞かせる。頑張って、ひるませて。あー、バカ野郎、ひるませろや、そこは。カスがよ。行け、頭突き。オッケーオッケーオッケー、もうカスって言ったの撤回するわ。取り消すわ、今の言葉。ほほほほ。ほほほ。レベル10だし。え、待って。なんでさ、なんで切り札枠はマダツボミじゃないの。こんだけマダツボミ押しといて切り札は方法なの、どういうこと。てか絶対マダツボミ育った方が強いと思うよ俺。まあまあいいでしょう。体当たられる。しかしこれでチェックメイト、俺の勝ちだ。よし、レベル上がんない。まあ十分でしょう。後世、うーむ、お見事。はい、結構しょっぱいね賞金。長老あんまお金持ってないんだね。そうだとポケモンならこのピエン、ピエンじゃないわ。このピエンってなんだ、この秘伝も使いこなせるだろう。このピエンってなんだよ。フラッシュのピエンマシンって何、マジで自分で言っといてなんだけど何。秘伝マシン5。フラッシュを覚えするとどんなに暗いところも明るくできますぞ。正しい戦っていない時使うには帰郷のジムでもらえるバッジが必要ですよ。はいはいはい、ソアタの旅が実り多いものでありますように。おー、いいこと言うじゃん。さてじゃあ穴抜きの紐使ってね、帰郷ジムに挑んでいきましょう。ぐるぐるぐるーぴょーん。さてと、まあまず回復だね。うん、よいしょーい、お邪魔しまーす。さあ来たで、帰郷ジム。めっちゃ噛んだ。おー、それはトレーナーじゃないがアドバイスできるぜ。信じろよ、信じればチャンピオンだってイメージない。そうか、聞いてくれるか。いいか、草タイプは飛行タイプにものすごく相性が悪い、要注意だぜ。で、対抗策を教えろ。はい、ハヤトさんに挑戦できるか確かめてやるぜ。確かめてくれよ。確かめる必要すらないけどね。うわ、特徴的すぎる髪型が。鳥使いってああいう頭してるの？あれか、鶏をイメージしてるのかな。レベル高ない、ちょっとレベル高ない、レベル高ない、大丈夫これ。え、待って、もしかしてピジョンってもっと高かったっけ。俺ピジョンレベル9だった記憶あるんだけど、もしかしてもっと高い。まずいかこれ、もしかして。いや、いけるいけるいける、パタローなら勝てる、パタローなら勝てる。で、上取られてるのきついね。ぶっちゃけ上取られてるのきついね。まあ、でもレベル上がってるだろうし、上がっていくだろうしね。まあ、なんやかんやいけるでしょう。よし。ほんとかよー。やめてよ。やめてよ。じゃあ次のやつだ。おいっす。合言葉は、どこんじょう。ここに集まった人間は鳥ポケモンで最強名詞、朝晩特訓している。かかってこーい。かかっていきます。さて、
ポッポ、ポッポちょっと安心した。鬼スズメ火力高いからね。でレベルもいい感じ。ずつけずつけ。よし、ずつけ。よし、いいぞ。レベル12、いい感じのレベルになってきたよ。ポッポ2体目来いよ。頭突き体当たる、体当たるな。いやでもこれ勝ったろ、これ勝った。よし、急所、無駄急所すぎる。もう完全に無駄急所すぎる。さすがに無駄がすぎる。翼ってめっちゃ鳥使いになるために生まれてきたような名前してんだなこいつ。ガーン、ダセえな。ハヤトさん、それか本物だ。俺に勝ったぐらい調子に乗るなよってね。さて、じゃあジムリーダーハヤトにね、挑んでいきましょう。もちろん回復してからですがね。よし、帰ろう。さあ、というわけでジムリーダーハヤト挑んでいきましょう。よし、このグラフィックかっこいいな。俺が奇境ポケモンジムリーダーのハヤト。世間じゃ飛行タイプのポケモンなんか電撃でイチコロ。イチコロって久しぶりに聞いたわ。そう、鳥ポケモンをバカにする。俺はそれが許せない。いや、好きなもんバカにされるのムカつくよね。それはわかる。大空を華麗に舞う鳥ポケモンの本当の凄さ思い知らせてやるよ。ほう。うわーって BGM すげえ懐かしい。このテロテロ音超好き。あ、てかちゃんとね、和風なんだね、服。かっこいいな、ハヤト。ハヤト超かっこよくない？ポッポ。しまった、木の実食わすの、木の実持たせるの忘れた。とりあえず頭突き。半分持っていけない。半分持っていけない？マジで言ってる？パタロマジで言ってる？それやばいよ。オッケー、これでポッポは突破。よしよしよし。相手2体目。ピジョン。あー、鳴き声懐かしい。てか、レベル9だよね。合ってるよね。さあ、パタロー、ついていけ。上取れてる。いいよ。あ、レベル差あるしね。風起こし。この世代から飛行タイプだったっけね。風起こしは。頭突き。これで、風起こし。ダメージレース圧倒的にこちらが有利。さあ、見せてやれ、パタロー。お前の真の頭突きを。アルティメットヘッドバット。ナイス。言うてみるもんやな。まさか急所当たると思わんかったわ。レベル上がらない。いや結構ぬるゲーだったね。ちくしょう、父さんが対戦していたポケモンが。わかった、これを持っていけよ。ポケモンルール公認ウィングバッジだ。タロスは賞金として900円手に入れた。タロスはハヤトからウィングバッジをもらった。やったぜ。君のポケモンの攻撃力は、あ、そう、なんかバッチの効果とかあったね、昔。あと、フラッシュという技を覚えているポケモンは戦っていない時でもフラッシュは使える。それからこいつを持っていけよ。何もらえたっけ、これ。技マシン31って、なんだっけ、なんだっけ。一瞬でポケモンの技を教えられることができる。ただし、使い捨てからよく考えて使わないとなって。ちなみに技マシン31の中には泥かけが入っているさ。飛行タイプ関係ねえじゃん。なんなら飛行タイプのなんか、なんていうの、飛行タイプが天敵みたいな技じゃん、これ泥かけって。相手を命中率差別ダメージを与える。つまり攻撃と守りが同時にできる技って。いやそうだけど、そうだけどさ、飛行タイプ関係ねえじゃん。え、ちなみにパタロ覚えれる泥かけ。ちなみにやねんけど、ちなみにやねんけど覚えれる。あ、だよね。さてと、じゃあ次はね、2バッチ目、つくしを目指してね、頑張っていこうと思いまーす。あ、なんだ？もしもし、タロスちゃん、ポケモンの卵について分かったことがあるんだ。奇境のポケモンセンターに僕も女子がいるはずだから、話を聞いてよ、OK？ ガン無視して進むわ。